皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるくるです。今日もマリオメーカー実況早速遊んでいきたいと思います。レッツゴー。さて今回は YouTube のコメント欄に送っていただいたコースを遊んでいきたいと思います。ジャンプアートコイン、スローアートレッドコイン。コインでジャンプして赤コインのところで投げてヌイさんのコース、ベストクリアタイム41秒、クリア率 2%、 なかなか難しそうですね。早速やっていきましょう。マリオ3のコースのようです。スピランかな。コインでジャンプ、赤コインで投げる、あれ待って、ここコインの位置がちょっとずれちゃってるから、どこでジャンプすればいいのか分かりにくいな。ここでジャンプでしょ。移動した先のコインのところでいいのかな、ここか。よし、投げた。あれ遅かったのか、畜生め。次もジャンプ、ここ、よーし、完璧。投げるよ。おーし、いい感じじゃない。ジャンプできなかった、あの動くコンベア、やりにくいわ。オッケー、今のところが一番、今のところ難しい。ジャンプからのジャンプ、ここもジャンプ。よし、次は投げたよ。投げたけどちょっとズルニャンしてるよ。これ絶対ダメだよね。さっきのところまで行ったらもう次はゴールいけるでしょう。これでゴールできなかったらくるくるくるさん、マリオメーカー実況引退しますよ。ほい、お約束、絶対引退している。だから今回で決めてやる。ほい、入った、ラッキー。ジャンプからのメット踏んでジャンプ、オッケー、連続からの、あれゴールじゃないの。残り27秒もそういえばあったぞ。どっちやねー。あー、動いちゃったよ。半自動かい。動かない。イエーイ。まさかここまで来て、だって急に半自動が来るとは思わないでしょう。メットに乗って鍵を連れて進んでくる。さあ、いつまで続く。残り12秒。上ボタン押しといた方がいいのかな。いつでも扉に入れるように。あれ、え、待って、どっち、え、さて戻ってきたけど、今度はどうすればいい。あのままずっと何もしないで待っていいのかな。でもそれでゴールできるのかな。この上の方に鍵付きの扉あったような気はしたけど、あそこってほっといて、あ、わかったぞ。ここで降りなきゃいけないんだ。嘘、残り5秒、4、3。いやだって、そんなのわからないでしょ、畜生め。いやー、ヌイさんにはめられたわ。これは畜生命だわ。やられたぜ。ヌイさんのコース、ジャンプアートコイン、スローアートレッドコイン。ヌイさん、ありがとうございます。最後のところって、鍵付き扉に入るために、コインって置いてあったかな？見逃してしまった。後で確認してみようっと。はい、お待たせいたしました。お次も YouTube で送っていただいたコースをやりたいと思ったんですが、ちょっとね、何回言ってもこのコース全くクリアできませんでした。スピラン風タイムアタック30秒ということで、クリア率 0.12% のコースなんですが、何回やってもダメだったので、ちょっと別のコースやらせていただきたいと思います。ごめんなさい。というわけで、こちらのコース、これってベルコンなしでゴールできるの。クリア率は 57%、 これだったらクリアできるでしょう。ザリガニさんのコース結構難しいのが多いんでね、ごめんなさい。ん？どうすればいいんじゃい？ヒップドロップしてもゴールはできないでしょ。こっちから行ってもゴールはできない。どうすればいい？普通に耐えたりじゃダメ。はい、しゃがむ、ダメ。え、待って、これどうすればいい？どうすればいい？待って、クリア率 50% くらいあったでしょ？ヒップドロップじゃなさそう。
この辺真ん中のバネに体当たりかましてみようか。ダメかーっていうか当たらないわ。どうよ、今の真ん中のバネに当たったでしょう。ほい、待って、なんでゴールできないの。ダメだよね。ちょっと待って、どうなってんだい。あれ、スタートからずっとこうなってますもんね。あ、今なんでゴールできたんだろう。今ずっと右と Y 押しっぱなしてた。それだけでゴールできた。一体なんで、どういう原理になっているんだい。ザリガニさん教えてください。これってベルコンなしでゴールできるの。ザリガニさんのコースありがとうございました。クリア率ちょっと下げちゃった、ごめんなさい。はい、お次はこちらのコース、 I love ハグ&ユキエスケープストーリーちくこさん。こちらのコースはね、ハグチャンネルさん宛てにちくこさんという方が作ってくださったコースのようですね。そのコース私もちょっと遊んでみたいと思います。遊ぶ。クリア率ちょっと見逃しちゃったけど 2% ぐらいだったかな。落ちまーす。ここはジャンプか、三段ジャンプっぽいかな、見た目ね。よし、来る。難しくないこれ。なんでこのコースクリア率 2% もあるんだい。ギリギリで、どっち行けばいい。上、こうか。来る来る。あー、行き過ぎた。パウ叩いて叩いてからの、これ、あ、しゃがむ。難しい。いや、このコースクリア率 2% の難易度とは思えない。もっとはるかに難しいような気がするんだけど。この先は、おぶねー、ヒップドロップ。壊せないの。ほいほい、ちくしょうめー。どう、これで間に合った。オッケーからの、こっち落ちるよ、落ちるよ、落ちる。うーい、どこ行けばよかったんだ。いや、このコースクリア率 1% 台でしょう。 2% ってすごいな。よっぽど上手い人がみんな遊んでるんだろうな。ヒップドロップ、もう扉に入る前からおっしゃってていい感じっぽいな。あー、おっしゃった。よし、この辺でヨッシー乗って、残り5秒間に合うか。ピンクコイン取って、ゴール。あれ、危ねえ。今もう一瞬遅かったら無敵時間が切れてやられちゃってたかもしれない。そしてヨッシーはさよなら、バイバイ。難しい。 I love Hug and Yuki Escape Story ちくこさんのゴースでした。ありがとうございます。はい、お待たせいたしました。今日のラストはちょっと自分のコースです。ハグさんとコラボ、やかましめ50秒スピードランということで、以前ハグチャンネルさんとコラボさせていただいたとき、私がハグさんに提供したコースですね。こちら解説しながら遊んでみたいと思います。取り決めではね、クリア率は 2% ぐらいのコースを作ろうということになっていたんですけれども、実際はもっと低くなってしまってますね。ここまずはお約束3段ジャンプからのパウ投げをここでしてしまってはいけません。このパウを投げるタイミングが要注意。した後はね、ハグさんにはヒップドロップとかで降りると早いですよってお伝えしたんですけど、実際は他のやり方でも大丈夫です。で、ここピンクコインをゲットしたら、このままどんどん走り続けていくる。ブラックパックンをパウでいただいたら、ここ連続パウ投げ、ここがね、ちょっとこだわって作ってみたところでございます。割と爽快感がいいんじゃないでしょうか。目安としてはここで27秒残っていれば大丈夫。このね、パウ投げも割と余裕を持たせてあるんで大丈夫なはず。くるくるくる。で、ここでハグさん苦戦していたんだよね。ダッシュ解除壁キックでございます。からの3段ジャンプ、よいしょ。
うまく被れればこうやってスムーズにいけるように作ってあります。残り時間ここ9秒が目安ね。まあどうすんでハグさんわーとかキャーとか言ってくれるかなとか思ってたんだけど、全然言ってくれなかったから、そこがちょっと悔しかったかな。あんまり解説できなかったな。最後花火を見上げながらやった。打ち上げ花火、横から見るか下から見るか上から見るか斜めから見るか、あなたはどこから見ますか？ハグさんとコラボやかましめ50秒スピードラン、皆さんもよかったら遊んでみてください。というわけで今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。次回のマリオメーカー実況でお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方、よろしければチャンネル登録をお願いします。それでは次回はあなたのコースにくるくるくる、バイバーイ。